皆さんこんにちは、世界不動産です。本日はですね、ビット板垣さんとはズームでの撮影になるんですけれども、歩いてるだけで仮想通貨がもらえるっていうのは前ステラウォークでお話しましたが、今さらにですねすごいのがどんどんこう出てきているということで、これは皆様の利益にも直結するなと思い、このような撮影をしております。ビット板垣さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ステラウォークに続きまして、また無料で、アプリをダウンロードして歩くだけで暗号資産が貯まるという、名前がスウェットコインというものです、うん、はい、スウェット、汗ですね、はい、で何のコインが貯まるのかっていう話なんですけれども、スウェットというコインが貯まっていきます。でこのスウェットはまだ国内でも海外の取引所でも上場はしておりませんので、今現在は円の価値っていうのはわからないです。ただし2022年夏、6月7月8月このスウェットが上場すると記載されてます。でアプリをダウンロードしていただくんですけれども、 iPhone もしくは Android どっちでも大丈夫なようです。 iPhone だとヘルスケア、そのアプリとつなげてですね、1000歩ずつ歩くと1スウェットもらえるようです。で毎日1日1回ですねボーナスチャンスがあるんですよ。20分間そのブーストするっていうボタンがあるんですけども、20分ブーストを押すとですね、その時間は2倍スウェットがもらえます。でこれがもうすぐ上場するので、今からどんどん貯めていって上場して、さらに皆さんこれを使い出して流通していけば、使う人が多ければ多いほどその価格は上がっていく可能性は高いですので、うん、私は100円はいくんじゃないかなと、1コイン。そうすると今からコツコツ歩いて貯めておくと、まあ、数万円とか そういうレベルにはなってきますよね。そうですね、旅行に行くぐらい、うんうん、コインが貯まるんじゃないですかね。しかも健康になるという、はい、なんかもう一つあるっておっしゃってましたよね。はい、そちらは有料のものなんですけど、その名はあのステップンというステップン、はい、アプリになります、はいはい、でこのステップンは特に1日5000円とか6000円とか稼ぐことができるので結構それ面白いですよね。30日やってるとね、本当で給料ぐらいなっちゃいますね。そうですね。で、あのスニーカーという電子の靴をアイテムを買わないといけないんですけども、ああいよいよ NFT、はい、NFT ですね、これ。NFT です。はい。はい。これがまた面白いんですけども、そのスニーカーがですね、ソラナという暗号資産があるんですけれども、うんうんうん、はい。海外の取引所で買えて、日本だと1箇所取り扱ってたはずです、ソラナを買ってそのアプリ内のウォレット、ソラナウォレットに送金をすることで、そのソラナを使って靴を買うことができます。その電子の靴が10ソラナだったんですけど、うん、最近、うん、ただ毎日のように値上がりしてきてですね、拡散されて すごいバズって、まあ、プチバブルだとは思うんですけども、3日4日前でね、はい、12とかになって、もう今日なんか16とかですね。1ソラナ1万2000円ぐらいなんですけれども、ソラナもなんか上がってますよね、今1万3000円ソラナも上がってきました ね、はい、なので時価換算すると一足買うのに20万ぐらいかかりますね16ソラナなので、はいはい、なのでその初期投資の、まあ、ハードルはちょっとあるかもしれないんですけれども、その分1日ですね、エネルギーっていうのがありまして、そのエネルギー、だいたい2エネルギーが多いと思うんですけれども、そのエネルギーをポチッとボタンを押すと約10分ぐらいです。歩いたり走ったりすることで GST というコインがもらえます。で今その GST って800円ぐらいなんですよ、 1GST、うん、今日私は 9GST ぐらいでした、はい、なんでこの記録はですね、結果はまた進捗含め皆さんに報告できればと思います、はい、これ奥が深くて歩く速度とか走る速度とか、あとその人のレベルとかにも合わせて結構収益性変わってくるんですよね。そうなんですね、はい、スニーカーも4種類ありまして、はい、それぞれ時速これくらいで走りなさいよっていうのがうまくできておりまして、 GPS でそのスピードが出るんですよ。はい、ちょっと引き続き皆様、はい、あのご確認いただければと思います。今日はちょっとこれぐらいですいませんということで、はい、皆様今日もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。じゃあどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。失礼します。